はい、皆さんこんにちは。今日はね、待ちに待った新しいものがね届きましたので、そちらの方をねちょっと使って作業していきたいと思います。でこちらがですね、当チャンネルのねスポンサーとしてご提供いただいておりますスズキットからですね、新しい溶接機が発売されるということで、こちらの方をねいただきました。でこれねめちゃくちゃ小さいんですよ。はい、これアーク溶接機です。アーク溶接機のね新しい商品でウェルドオンっていうやつですね。ウェルドオン DC140 ということで、これはね一般に販売されないもので、大手代理店のね、専売品ということで、今回、キャンペーンということでね、数量限定販売というふうになります。でこちらね DC140 になりますので、200V と 100V 兼用タイプになりますので、厚物もねできるというものになります。でこれ思ったのが、初めてね見てびっくりしたのが、めちゃくちゃ小さい、軽いです。はい、これ大きく伝わるかな。はい、これスマホなんですが、立てるとねこんな感じです。わかりますかね。はいはい、こんなに小さいです。はいでね、重さもねめちゃくちゃ軽くて、とてもね、持ち運びはしやすいと思います。で上に取っ手がついてまして、で今回のはねこちら、ケーブル関係ね、こういったクリップとか、こういうものね、これがね取り外しできます。で本体にね、後でこうガツッと刺すんですが、取り外しができますので移動がね、とても楽にできます。はい、ということで、まあ、このね 100V、200V 兼用溶接機、アーク溶接機ですね、どれぐらいの威力があって、どのぐらい使いやすいかというのをね今日ちょっと見ていきたいと思います。で今日作業するものはね、はい、じゃじゃーんとね、もう準備してありますんで、後でね、ちょっとお楽しみでちょっと溶接の方していきたいと思います。まずねちょっと商品の方ね見ていきたいと思います。はい、でこのウェルドオン140ということなんですが、まあこのね DC インバータウェルドマシーンということでね、DC インバータ溶接機というふうになります。でまあアーク溶接はね、インバータ溶接機の方が、とてもね綺麗にスムーズに作業ができます。で直流インバータアーク溶接機となりますので、これはねとても使い勝手のいいものになります。で先ほど言ったようにね、こちらはね通常販売品とは違って、数量限定のね、大手代理店の専売品というふうになりますので、こちら販売されましたらねそちらの方を見ていただければと思います。はい、でまず特徴としては、この 140DC140 に関してはですね、100V、200V 兼用となります。先ほど言ったようにね、で 100V はね通常の、コンセントから取るこの 15A のねタイプ、これもね対応できます。ただその場合はね厚みが最大で 3mm までの厚みが溶接できます。で 200V になりますと、なんとですね 6mm までできます。前回ね、バディ140の半自動溶接機やりましたが、あちらはね 6mm まではいけないんですね。で今回ちょっと厚物を溶接しますので、まあ、重機とかね、まあ、そういったものをやるときに 6mm 以上っていうのがね、結構出てきます。でそういった場合に、こういった手軽なねアーク溶接機持ち運びができて、最悪ねもう現場に持っていけば発電機があればねもう現場で溶接ができます。エンジン溶接機ありますよね、エンジン付きの溶接機ね、まああいったでっかいものを持っていかなくてもこれでね、ある程度はねもう対処ができるというふうになります。はい、で特徴としましては、まずこの小型、重さがね 3.8 キロになります。はい、これねもう片手でも余裕です。はい、とても軽いです。機能がねちょっと新しく機能がついておりまして、まずねホットスタート機能というのがあります。でホットスタートというのはですね、この溶接棒をねこう溶剤にねこうつけた時にね、母材にねこうつけた時に、アークスタートがねこうスムーズにできるというものになります。瞬間的にねこう電流を上げてね、スムーズにアークスタートが行えるというものです。なので、まあ、初心者の方とか、まあ、私も初心者ですけども、にとってはねとても使いやすいものになっております。で次がですねアークフォース機能ですね。でアークフォース機能というのが、この溶接棒をつけていくとだんだんね、今回溶接棒こちらになるんですが、だんだん減ってきますので母材との距離がねだんだんこう近づいていかないといけないんですね。でその際に溶接棒が溶けてくるので、隙間がね大きくなってくるんですが、それがねある程度隙間が大きくなってもね、アークが持続してくれるということで、まあ、初心者の方にとても使いやすい仕様になっております。で次がですね、アンチスティック機能ですね。アンチスティックというのは、まあ、アーク溶接された方は分かるかと思うんですが、
この溶接棒がね、棒材にこうくっつく時があるんですね。でなかなか剥がれないと、でなかなか離れない時に、その際のね、ショートした電流を小さくしてくっついた時にね、電流の出力をね小さくしてね、こう剥がれやすいということで、まあショートしにくいような設計になっておりますので、まあ全体的に見てこちらのウェルドオンはね、初心者の方、あと中級者の方向けのね、とても使いやすいものになってます。もちろんプロの方もね、上級者向けの方ももちろん、使えます。でとても使いやすいと思いますので、前回のねスズキットのバディ140使った時も、とても使いやすかったです。スムーズにアークが出ます。で今回もねこれかなり期待しておりますんで、今回アーク溶接機ということでね、こちらの方を試しに使っていきたいと思います。まあ、ざっとね、こんな感じの、まあ、アーク溶接機というふうになっております。じゃあですね、ちょっと準備の方していきたいと思います。今回は、前回ねバディ140をレビューした時に作った200V のね、電源配線ブレーカーからね、直で持ってきてるものがありますので、それを使いますので、今回はこちら、これ別売り品なんですが、200V のこの端子、このコンセントをね使います。 100V はね今回は使いませんので、 200V を使う際は、電源がねこういうふうに端子がついてますんでね、この中の端子にね、ネジ止めしてつけるだけですので、一回それにねちょっと付け替えしたいと思います。はい、じゃあ出来上がりました。こんな感じでね、きれいにね、ただネジでつけるだけですので、簡単に 100V つけれます。で、100V の場合はね、この付属のコンセントにね、この 100V タイプ、これにね、つけるだけですので、非常に簡単です。はい。じゃあ次にね、このアースコード、アースクリップとね、あと、フォルダーのコードをね、つけていきます。はい、これ刺してね、こうキュッと回すだけですね。90度回すだけですんで、とても簡単です。はい、こんな感じでね、つけれます。で上につけるのはね、これがマイナスになっておりますんで、上はねこのホルダーですね。はい、これです。溶接棒を挟むためのホルダーをつけます。で下にはね、プラスになってますが、このねアースコード、これをつけます。これはね、棒材にアースするためのコードですね。はい、こんな感じでつけます。一応説明書ではね、薄物の板を溶接する場合はこれ反対につけろってなってますが、今回はね厚物溶接ですんでね、こんな感じで取り付けの方していきます。はい、であとねここにね、はい、ここに、出力電流というのがありますんで、これで調整ができます。で 200V ですんで、この10から140ということでね、はい、あります。ここね10から140アンペアまで調整できます。今回おそらくねほぼマックス近くになると思うんですが、まあ、どれぐらいの威力があるのか、あとねこの加熱っていうランプがありますが、使用率っていうのがあるんですが、その使用率をね、防止する機能がついております。使用率をオーバーした時に、まあ、遮断するんでしょうかね。でこう使用率オーバーのね防止機能っていうのもついておりますんで、万が一ねちょっと熱すぎたりとか使用率をオーバーしちゃうと勝手に切れるというふうに機能がついてますんで、まあ、そこはね、一応安全機能としてついているんで、まあ、ご心配はいらないかなと思います。はい、じゃあ早速ね、ちょっと取り付けの方をしましたので、試しにね溶接どんな感じでできるのかねやっていきたいと思います。はい、じゃあ使用率っていうのがね、こういった感じで、板厚をね何ミリの溶接をした時にね、どれぐらいの使用率があるかっていうのがねこう載っておりますんで、まあ、これを参考にね使用率決めていただければと思います。使用率っていうのはね、何分使って何分休めろってね、まあ、その割合のことですんでね、まあ、こういうふうに説明書いてありますんで、まあ、60% の場合はね、6分溶接したら4分休止させてっていう風な感じで 60% のね、使用率で使用しなさいっていう風になっておりますので、まあ今回は 6mm になりますんで35ですね。35っていうことは、ここはねだいたいね 3,4 分ですね、3分半溶接したら、残りはね10分のうちの残りは休みなさいということになりますので、続けてね、ずっと10分20分できるわけじゃないのでね、そこはちょっと気をつけて使った方がいいと思います。はいはい、じゃあ今日使うね、溶接棒はねこちらになります。2.5 倍ですね。はい、 2.5 倍の、
溶接棒、こちらになります。これスズキット製のねになりますんで、で今回ね多分200ボルトで使用するというふうに言ってたので、それ用にね多分一緒に送ってきてくれたと思います。はい、3ミリから5ミリ厚まで溶接できます。まあ大体ね200ボルトっていうと、まあここら辺がねメインの太さになってくると思います。2.5 前後ね。はい、でこれで熱いものができるかというと、できます。全部ね熱く盛るわけじゃないんでね、今回はユンボにアタッチメントをつけたいと思いますんで、そのアタッチメントのねベースプレートを溶接しますので、ベースプレートとしてはね9ミリあるんですが、9ミリ丸々ね、肉盛りするわけじゃないので、まあこれで十分です。前回私のもね溶接屋さんにやってもらったんですが、その時もねこれぐらいの太さを使ってましたんでね、はい、これで十分だと思います。で溶接をするのはね、ちょっと私もアーク溶接ね最近あまりやってないんですが、一応ねアーク溶接機の資格はちゃんと持ってます。でまあちょこちょこねやってはいたんですが、最近はねちょっともう何年もアーク溶接機やってないんでね、ちょっとうまくできるかわかんないですが、まあちょっとね思い出しながらねちょっとやっていきたいと思います。はい、で一応ね溶接の仕方としてはね、はい、これをね、クリップに挟みまして、この母材に対してね、大体45度ぐらいかな、こんな感じでねこういう風に進めていきます。右の方にね、でだんだん短くなってくるんでね、こう下に下げながらねこういう風に溶接していきますんで、まあそこをね、ちょっとうまくできるかわかんないですけども、実際にちょっと溶接の方をねしてみたいと思います。でお面の方は、自動遮光面、前回ねご提供いただきましたバディの時に使った自動遮光面、あちらをね使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあこれがね、前回ご提供いただきましたリベロね、これバディのレビューの時に使ったね自動遮光面です。はい、これとてもね視界がね綺麗でね使いやすいです。はい、であとねこちらも溶接の手袋ですね、革手袋、はい、これもとてもねしなやかでね柔らかくて使いやすいです。でこちらの方はね商品リンクの方あと貼り付けしておきますので、まあ、よろしければね、ご覧いただければと思います。はい、じゃあ今回ね、まず溶接するものはねこれです。前回これ自分のねユンボ、この私のユンボにアタッチフォークっていうのをつけましたけれども、これをね今回そちらのユンボ、これね近所の方から依頼されまして、同じのをねつけてほしいということで今回準備しました。で同じねアタッチフォーク、そちらねちょっと2トンクラスで、一回り小さいユンボなんですが、それ用のね一回り小さいハサミを準備しましたので、それをつけていきます。で前回はねこれ溶接屋さんにやってもらったんですね、ここ私の小屋の方もねちょっと200ボルトまだ引いてなくて使えなかったので、前回はここにね補強板下に入れて、でここがねこれがベースプレートです。はい、ベースプレート、これをね溶接しました。で補強板は6ミリなんですが、ベースプレートは9ミリです。で9ミリの肉盛りの仕方はこんな感じね、半分ちょっとくらいかな持ってあります。はい、丸々9ミリをね、溶接するわけじゃないっていうのはこういう感じなんですが、これでねまず取れることはまずないです。全周ねもうべったり溶接してますんで、十分です。でこのアームの補強代わりにもなりますんでね、はい、これをつけていきます。今回は補強プレートはなしで、この本体だけねつけていこうと思います。でまずねこの角度ね、この取り付け位置の高さ、これをねアタッチフォークの場合つけるの難しいので、最初に一回仮付けして、実際に物を掴んでみてね、その位置でいいかっていうのをね、このバケットの大きさとねその刃先で掴む位置でねこの溶接のする高さが変わりますんで、もうそれはね、変えることはできませんので、最初にそこをね調整していきたいと思います。はい、じゃあ今ねセットができました。これ前回ね、この小屋から引っ張って、今ねこれブレーカーに直接つないである200ボルトのコンセントね、これにつなぎました。で、あとクリップとねもう全部つないでありまして、アームの方もね下準備してあります。大体のねベースプレートの位置グラインダーで削って溶接できるようにしてあります。で今回ねこれつけるアタッチフォークなんですが、これねちょっと重いんですけどね、これがね大体9ミリ厚だったかな。でもう横もね全部グラインダーで塗装落としてますんで、これをねはいこんな感じでくっつけていきます。こんな感じでね、はい、なので最初にねちょっと位置決めをするために仮溶接を点付けでつけて、そこにアタッチフォークを取り付けて実際に物を掴んでね、距離的に問題がないか、そこら辺を確認していきますんで、最初にねちょっとこちらを点付けで仮溶接していきたいと思います。はい、じゃあ電源の方ね入れてみます。で今回はね板厚がねもうマックスなので、ちょっとマックス近くね140アンペアでいきます。はい、まあ、ブレーカーがね落ちないことをちょっと祈りたいんですが、これでちょっとやってみたいと思います。
はい、ちょっとね見にくくて申し訳ないんですが、とてもねアークがねスムーズです。で今1箇所と2箇所とね、3箇所でちょっと点溶接しましたんで、これでねちょっとアタッチフォークつけて、位置的なものね大丈夫か確認したいと思います。はい、じゃあ今ね、ようやく、仮付けの方が終了しました。あれからねちょっと1時間以上ねやってて、最初つけた場所でねかなり下につけてたんですが、そうするとバケットを起こした時にこことここがぶつかるんですよね。でもうしょうがないので、もう前回起こした時にギリギリぶつからない位置、まあ今ねだいたいこんな感じです。ちょっとねもうちょっと下にはしたかったんですが、まあもうこれが限界なので、これでね、ちょっと本溶接の方やっていきたいと思います。今こんな感じね、ちょっと仮付けで点付けしてますが、ちょっと本溶接、電流をね上げすぎるとこのプレハブのブレーカーがね30アンペア落ちてしまうので、今回ちょっとね電流下げます。で電流下げた方がいいですね。あまり電流上げすぎると盛りすぎてね中まで溶接されないっていうか、でちょっとね電流を下げて、ゆっくりねちょっと中まで溶接しながら、強度を上げてね溶接していきたいと思います。じゃあちょっとね溶接の方始めます。はい、またブレーカー落ちました。
はい、じゃあね、前回ちょっとやってる間にね、もう暗くなってきたのでね、溶接は終わらしてたんですが、今日後日ね、次の日になります。で、溶接の方はね、一応完了しました。こんな感じです。一応ね、今回は3回盛りにしましたね。ちょっと多層盛りっていうのかな、こう1回目あと2回目と3回目こうちょっと被せるようにね、点付けでね、こういう風にやっていきました。なかなかね、ちょっとブレーカーが何回か落ちたりしてちょっと大変だったんですが、まあなんとかね、ちょっと素人なので汚いんですが、まあまずね、取れることはないと思います。で、難しいのは下ね、ここ、ここのね、アームもともとこうべっこりへこんでたんで、そこの部分もんなきゃなかったんですが、隙間がね結構あったんで、一応ね、まあ何回か持ってこんな感じに仕上げました。ちょっと下はね汚いです。で、こういうね、アームの溶接って難しいんですよ。で、何かっていうと、こう、斜めになるんですよね。なので、上からこう持っていくと、下にこう、デローンってこう垂れてくるので、こっちはね、まあ、そんなにはあれなんですが、ちょっと反対側はね、若干もう難しくてね、汚くなります。で、ちょっと盛り方もね、結構盛り盛りになっちゃいました。ちょっとなかなかそっちは恥ずかしいんですが、こっちはね、盛りやすい方なんですけども、それでもやっぱりね、こう傾斜がついてると、なかなかね、盛りるのが大変です。前回ね、自分の方のね、こちらの久保田のアタッチメント、これはね、鉄工所の方に来てもらって、エンジン溶接機でね、その場で溶接してもらいました。いや、これね、一発でやってるんですが、いや、綺麗なんですよね、やっぱりね。うん、これ一層仕上げです。私みたいにね、多層漏れはしてないんですよ。で、一層でね、十分漏れてるんですよね。やっぱそこがね、こうプロとね、素人の差なんですけれども、まあこういう風にね、ちょっとなかなかうまくするにはちょっとね、熟練の技術が必要なので、まあ今回はね、多層漏れでやりましたけども、まあ十分強度は取れてると思います。まあ一応ね、200ボルト溶接機、まあ家庭用のね、溶接機でもこんな感じで、十分なね、強度を持たせて仕上げることができました。はい、じゃあ今からね、色塗っていきます。はい、じゃあ今ね、色の方塗りまして、まあこんな感じでね、仕上げました。で、これはね、ロットを保護するために、段ボール巻いてたんですが、ちょっとね、途中まで忘れてたんですけども、こういうのね、巻いた方がいいと思います。アームの近くにね、ロットがあると、ここにね、スパッタとか飛ぶとね、ちょっと痛めたりしますんで、燃えやすいんでね、ちょっと水に濡らしたりとか、あとはこういう専用のね、スパッタのね、防止のシートとかありますんで、まあそういったものをね、かぶせてやった方がね、本来はいいかなと思います。今回ちょっとね、段ボールで養生してやってみました。はい、じゃあこれでね、完成となります。はい、いかがだったでしょうか。ようやくね、アタッチメントの方が取り付け完了しました。一応こういったね、ユンボとかね、重機のね、こう厚めの材料もね、まあなんとか溶接の方はできます。で、100ボルトじゃなくて今回200ボルト使いました。で、今回ブレーカー落ちたのはね、最初ね、結構ね、マックス近い120あたりとかね、140使ってたんですが、これすぐね落ちます。で、なんでかっていうと、ここにね、書いてます。はい、120から140の場合ね、6ミリまでできるんですが、入力電流がね、28から30アンペアということで、もうブレーカーギリギリなんですね。で、ここのね、プレハブに入ってるのは30アンペア、メインのブレーカーが落ちたんですが、30アンペアだとね、落ちます。なので、ちょっと余裕持った方がいいと思います。で、今回はちょうど真ん中ら辺ね、この80付近、ここら辺でね、使ってました。で、これでもね、十分溶接できます。ちょっと最初はね、調子に乗って上げたんですが、上げるとね、もう溶けるのが早すぎて、あまりね、こう、しっかり溶接できないというか、逆にね、ちょっと下げ気味にして、ゆっくりね、こう、確実につけてった方がね、結局はやりやすかったです。で、この真ん中ぐらいだとね、まず30アンペアでも落ちることはまずなかったですね。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっと電流の方を調整しながらやってもらうと、まあ、いいところがね、ちょうど見つかると思います。で、今回ね、アタッチメントをつけるにあたって使ったのはね、はい、こちら。今ね、数えたら31本かな。ありました。結構ね、使います。多分これ使いすぎだと思います。まあ多層盛りしてるのでね、1回で終わればね、おそらくこれの、まあ、半分ぐらいで済むかと思うんですけども、今回はね、ちょっと素人なので、多層盛り3回ぐらい持ってね、それで仕上げましたので、うん、まあ、ちょっとねこんな感じで使いました。はい。でね、一応今回の、こちらウェルドオン DC140 こちらに関してはね、まあ冒頭でも言いましたが、大手代理店の専売品となりますので、数量限定品となります。で、あとね、鈴キットさんの方から、まあ、発表がありますのでね、もし欲しい方ね、
まあ、ぜひね、数量限定ということなのでご購入検討いただければと思います。その他にもね、こういった溶接棒とかいろいろね、鈴木一人全部出してますんで、一式揃いますんでね、まあ、こういったものもね、消耗品として必ず必要ですので、まあ、こういったものを、一緒にね、購入の方をね、していただければいいかなと思います。はい、じゃあ今日はね、鈴木キット、この新型のね、ウェルドオンの、アーク溶接機ということで、紹介させていただきました。また次回以降もね、まあ、ユンボの修理とかいろいろありますんで、その時にね、もしかして活躍するかもしれませんのでね、まあ、よろしければね、見ていただければと思います。あと商品リンクの方は概要欄の方に貼り付けしておきますので、まあ、よろしければご覧いただければと思います。ありがとうございました。